18号水路は埼玉県春日部市を流れる巡洋河川である。地域によっては、中小内悪水路、中小内排水路、第二排水路とも呼ばれている。江戸時代、現在の札幌市東部から春日部市昭和北部地域を中心とする上、庄内領と呼ばれる地域は、中島用水を基幹用水とし、そこから分流する中用水、合大用水、 寝用水によって水が供給されていた。18号水路は、省内量悪水路、東排水路とともに、これら用水路の流域の排水路として整備された。洪水時の排水不良対策として上流部に貯水池を中川合流点付近に排水機場を設置する計画、構想がある。安政橋に中小内薬水の表記がある。付近橋と、ハゲ橋に、 中小内排水路の表記がある。役場橋に、第二排水の表記がある。ABC、平成22年3月定例会 -03、月16日から09号。www.kasukabe-shigikai.jp。2020年5月25日閲覧。32番、市内の一級河川と巡洋河川、管理区分。 カスカベ市公式ホームページ。2020年5月12日閲覧。AB カスカベ市社会教育課。省内寮の用水。排水概略図。新編図録カスカベの歴史その67。SCHIT.net。2020年5月13日閲覧。中川の古い水門。深田ソフト。2020年5月13日閲覧。ありがとうございます。